それでは第18試合アマチュアグラップリングルールウェルター級5分1ラウンドを行います。青コーナーインファイトジャパン所属菅原
足を取って相手のバランスを崩せるか。さあ一方の菅原選手はリンクの、ね、ポストを背にしながらサーブで倒れていきました。上になった。さあ足が抜けて相手の胴体に行けば鈴木選手が有利のポジション、マウントポジションになりますが、さあ残り30秒。さあ足が抜けるか。さあ鈴木選手、上の鈴木選手右足が抜けるサイドで横の姿勢にもなれますが、さあ菅原選手ここはなんとか耐えしのぐ、足を抜かさせない。さあ残りわずか。さあ時間ももう少しだ。抜かしたら危ない。横の姿勢になってしまうが、さあ抜けた抜けた。さあここで5分終了。あっという間でした。でグランプリングとはいえ一瞬も止まることなく、さあ、決着がつかなかったのでジャッジによる判定に入ります。判定赤赤赤、3対0で鈴木雄大選手の勝利です。さあ両者5分間にわたる激しい戦い、アマチュアグランプリングルールウェルター級で戦っていただきました。ありがとうございます。さあどうぞ両選手に大きな拍手をお送りください。菅原選手も上から下へと様々な攻めをしていましたね。おめでとうございます。ありがとうございます。クラップリング私初めて見たんですけれども、初めて何年ぐらいになりますか？大体2年半ぐらいですかね。今年の年末で丸3年ぐらい。始めようと思ったきっかけは何ですか？もともと柔術とか寝技は興味あったんですけど、ちょっとなかなかやれるタイミングなくて、ダイエット目的で始めました。ダイエット目標は達成してますか？あ、目標を達成してます。これからの目標を教えてください。キックもちょっとやってて、グラップリングも試合参加したんで、 MMA 参加したいなと目標にしてます。はい、これからも頑張ってください。ありがとうございます。鈴木選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。